今回は、愛と悲しみの果て。監督は、シドニー・ポラック。1985年の作品です。20世紀初頭。デンマークの裕福な家の出のカレンは、友人のブロア・ブリクセン男爵と結婚し、栄養を東アフリカに渡って農園を始めます。やがてハンターのデニスと知り合い、親交を深めてゆくカレンですが、果たして、というお話です。出演は、メリル・ストリープ、ロバート・レッドフォード、クラウス・マリア・ブランダウアーほか、苦しい農園経営を軌道に乗せ、病と戦い、戦争を乗り切った強い女性を、目が覚めるように美しいアフリカの大地と共に映し出します。アカデミー作品賞など10部門を獲得した名作。